はい、今回の DIY レッスンでは、100円ショップで売っているこのホビーノギスとか、あとこのステンレスの、ね、物差しとか、あとですね、この長尺の直角定規の使い方についてお話をしていきたいと思います。まずちょっと開封をしますね。はい、まずこちらが、まあ、物差しなんですけど、例えばこう墨付けとかをね、材料に墨付けをするときに、端からこう何センチとか、こう鉛筆でチェックするときに、使ったりするんですけど、この L 型になったスコヤとか、あとこの物差しとか、こういうのが定番でよく使われます。そして、このノギスですけど、ノギスはですね、材料の厚みを測ったりするものですね。こういう材料ですね。材料を挟んで、挟んだ位置を見て、寸法を測るものになります。はい、こちらは、普通の物差しのですね、長いバージョンで、この長めの材料、大きな材料を測るときとかに、墨付けをするときとかなどに使います。実際にノギスの使い方を解説していきたいと思います。このようにですね、今穴が開いているんですけど、ノギスではこの穴の深さとか穴の径を測ることができます。まっすぐにノギスを立てて、そしてこう、下ろします。そうするとここ開きましたよね。この段階でこう、持っていくと、このピンがあるんですけど、このピンの深さが穴の深さなんですね。ここですね。14。14の深さが掘れているということが見受けます。そして、あとですね、この穴の径を測ることができるのは、この、こっち側の小さな方の、こちらを使う、定規を使います。こうすることによって、例えば穴の径ですね。こう内寸をこう測って広げて、この固定したまま定規を見ます。で今反対なのでこうしますね。反対。こうすると穴の径が10ですね。10ミリ。10ミリということがわかります。ちょうど私がこれ10ミリの切りで開けた穴なので、まあ間違いなくできるんですけど、まあ、職人さんとかですね、家具職人で本当に 0.1 ミリの隙間の世界の仕事をしている人は、やっぱりこの100均のノギスでは精度がちょっと物足りないな。っていうところはあるんですけど、趣味で楽しむ程度でそんなに精度を気にしないという方であれば、この100円のノギスで十分使えるかと思います。もう一度ノギスの使い方のおさらいなんですけど、まず穴の深さを測るときはノギスを立てて、そして穴に対してこうポンとこの芯を下ろす。芯を下ろしたところのこの寸法ですね、線が重なるところが穴の深さですね。そして穴の径ですけど、この中に入れて、この細い方の爪をカッと開きます。開いて、そして、この線にあるところですね。10ミリ。10ミリというのが穴の径になります。そして材料の厚みを測るときは、この大きな方ですね。大きな方を広げて、材料をこう挟みます。で、挟んだところの線、爪がついているところが、材料の厚みということになります。ぜひですね、この材料を測る際に、このノギスを活用してみてください。あと、細かい作業とか、墨付けとかに使うのに、このステンレスの物差しとか、あと、こういった100円のスケールを使ってやってください。ただね、一つ。私ちょっと笑ってしまったことがあるんですけど、このステンレスの物差しを買った裏にですね、正確な測定には使用しないでくださいって書いてあるんですよ。で、もしや、ノギスにも書いてるんじゃないかと思って、ノギスの紙の裏も見てみたんですけど、書いてあるんですよね。この後ろの注意点のところに、精度を要求される計測に使用しないでくださいなどこう書いてあるんです。なので、あくまでも100円ショップで使うこう計測するものとか、そういったものはもう趣味として使ってください。精度を求めるものに関しましては、本当にいい材料、いい道具を使うように心がけてみましょう。木工道具の使い方に関しましては、ブログもしくは動画に追加で記載していきますので、チャンネル登録をお願いします。